僕は鉄道旅行系 YouTuber の中では底辺だと思うんですけれども、でも鉄道旅行系 YouTuber の中では最も高学歴である自信があります。僕が今通っている東京大学の正門に来ているんですけれど、今日は皆さんに都会のオアシスを紹介したいと思います。東京は本当人が多くてかなわんですけれども、そんなところにも人が少ないところが存在しております。今日向かうのは東京メトロ、東京地下鉄で最も乗降客数が少ない駅です。今からそんな東京都心の秘境駅に向かっていくわけですけれど、皆さんどこだと思いますかね。ちょっと予想しながら動画をご覧ください。やっと着いた。どこが東大前なんだって感じですけれども、ここから地下鉄南北線に乗って行きます。南北線は東京の地下鉄の中では新しい方なので、結構ホームとそして線路が低いところにあります。階段も長いですね。さあ僕は今一体どこへ向かっているのか。確かに南北線って6両編成しかありません。東京の地下鉄の中ではかなり短い部類ですから、輸送力も小さいでしょうし、その分駅の乗降客数っていうのも周りと比較すると少なそうですよね。さあ列車がやってきました。浦和美園行きの各駅停車でございます。ちなみに車両はなんだ。あ、これは普通に南北線の車両ですね。一番新しいやつか。南北線は新車の導入が遅れていますので、新しいといってもちょっと古いですけれど。なんという寂しい空間でしょうか。僕の周りに全然人がいませんよ。降りる人はちょっといたみたいだけどね。さあ列車が出ていきます。反対の列車は降りる人ほとんどいませんでしたね。乗る人が一人いたように見えましたけれども、誰も取る人なんかいやしないのでね、カバンもあそこに放り投げて身軽になりましたよ。さあ列車がまた出ていきます。こっちは上り方面ですね。いやいいね、大学帰りであのパソコンじゃねえや、あのバッグの中にはパソコンが入っていて重くてしょうがなかったので、こうすることによって僕の機動性も増してどんどん面白い映像が撮れるようになるはずです。ということで正式な紹介が遅れていました。東京メトロ、東京地下鉄で最も乗降客数が少ないのはこの南北線の西ヶ原駅でございます。あまりにも人が少ないとね、騒音が少なくて僕の声が遠くの方までより響いてしまうんですよ。なんでもし向こうの方に人がいた場合はすごい気まずいことになるんですが、それを心配する必要すらないほどの人の少なさです。見てください、ホームの端っこまでここから見えるわけですけれど、下り方面の列車を待っている人は一人もいません。じゃあ上り方面も確認してみますか。まあベンチに座ってる人はいるかもしれないけどね。そういうことなんですよ。こんだけ人が少なければね、都心の駅だったら絶対にできないこういう撮り方だってできてしまうわけですね。今これベンチにスマホを置いているんですけれども、やろうと思ったらここで TikTok のねダンス動画とかも撮ることができてしまうわけです。皆さんここおすすめですよ。やめときます。僕のせいでここがね騒がしい人たちの聖地になってしまったりしたらとんでもないことになるので、皆さんこの駅には来ないでください、用事がある人以外ね。じゃあですね、この西ヶ原駅がなんでこんなに乗降客数が少ないのかという謎を見ていきたいと思います。まずは外に出てみますか。その前に列車が1本来たので降りる人がいるかどうかちょっと見てみますか。さあどうかな。そもそも電車が随分空いているんでいなさそうな気がしますけれど、1人いらっしゃったようです。なんでこんなに使う人が少ないんですかね。すごい気になるんですけれども、まあその謎っていうのはここにいるだけじゃ解けませんから、ぜひ外に出て行きましょう。上に上がってきたんですけれども、乗降客数が少ない割には随分と駅の設備が立派ですよね。なんだかこの壁を見ると8番出口っていうゲームを思い出します。これが西ヶ原駅の周りの地図ですね。確かに住宅街はあるにはあるものの、大きなマンションとかもなさそうだし、駅名が特に繁華街になっているとかそういう様子も見当たりません。にしても駅でかいな。これはね、乗降客数の実際の数字以上に空いている秘境駅であるかのように感じてしまいますよ。ちなみにこの西ヶ原駅の大雑把の位置は赤羽、違うわ、王子と駒込の間です。空が広いですね。中国にはもっとえげつない田舎にある地下鉄の駅とかあるらしいですけれども、
まあこれ確かに東京の中では随分とのどかな方ではないでしょうか。さすがに東京メトロの駅なんで、駅前の道路沿いには割と高めの、なんちゅうのかな、高層ビルというか中層ビルか、中層ビル、中層マンションが立ち並んでおります。出てすぐに分かったんですけれど、まず一つ、あの西ヶ原駅の乗降客数が少ない理由っていうのはこれらの建物でしょうね。皆さんこれなんだか分かりますか？こっちの建物は病院なんですけれども、面白いのはこっちの建物ね、これなんと国立印刷局の東京工場っていうらしいです。まあいわゆる紙幣とかを印刷していたり、切手を印刷していたりするところですね。ここで紙幣を印刷していたんですね。まあ本当にここでやっているのかどうかは定かではないですけれども、まあ本当にここで紙幣を印刷しているんだとしたら、今ちょうど渋沢栄一とかが書かれている新紙幣の印刷の真っ只中ではないでしょうか。右の病院も左の印刷局の工場も見てわかる通り相当大きな建物敷地でございまして、あそこに働きに来る人っていうのはいますけれども、住んでる人っていうのはもちろんいませんから、まあ、普通の駅だったら駅の両側が住宅街や、まあ、繁華街になっているじゃないですか。その半分をこれに潰されていると、そういう格好になっているんですね。西ヶ原駅はこの道路の真下にあるわけですけれど、それは普通に考えて単純計算したら乗降客数は普通の駅の平均の2分の1になってしまいます。乗降客数が少ないのにはまず一つそんな理屈があったんですね。じゃあもうちょっと理由を探ってみましょうか。もう一回駅の側に戻っていきたいと思います。てかあそこにね、すんごい頑丈な門と警備員さんが一人立っているんですけれど、あれじゃないですか、サスペンスドラマとか、それから名探偵コナンとかでも出てきますかね。多分現金輸送車とかまさにここを通るんじゃないかな。僕がもし身体能力に長けていて倫理観が欠如していたら、今からあの中に入っていって紙幣を奪ってくるところなんですけれど、残念ながらどちらもね満たしていませんので、それをすることはできません。ちなみにもともとこの王子滝野川エリアには渋沢栄一がそれこそ作った製紙の工場がねたくさん建っていたらしいんですけれど、その理由として一つ大きかったのは、もう少し北に行ったところに流れている石神井川の水運を利用できること。それからね、東京からね割とこうやって、ね、京浜東北線も走っているわけですが、大消費地東京に割と近いこと、その2つがあったようです。そんでもう一つの理由を求めてちょっと駅から離れて歩いて行っているところなんですけれども、ここも多分公園になっていますが、昔は用水路とかが通っていたんじゃないかな。よく地理系の動画で話されることですけれども、まあ、今はね道路や鉄道が重要ですが、昔は製品とかそれから原材料の輸送をすべて船でやっていたことから、水運、川の近くに工場があることっていうのが大事だったんですね。皆さん見てくださいよ、和地です。和地、日本語にすると枯れ川ですね。今こんな感じで川が干からびてしまっています。和地枯れ川っていうのは砂漠地帯によくありまして、雨季の時だけここに水が流れるようになっているんですよ。どうでもいい話をしてすいません。久しぶりに公園に来たもんでね、まあ今平日の真っ昼間なわけですけれど、今日は大学の授業が午前までだったんで、いや今全然誰一人子供もいないから、ここで僕遊ぶことだってできますよね。わあ、ちょっと遊んでいこうかな。ああいうことをしているとね、通報されてもまあ文句は言えませんので、早めに切り上げてきました。そしてね、さっきの西ヶ原駅から歩いて10分もしないでしょう、徒歩5分ぐらいですかね、それで着いてしまいました。見てくださいよ、また駅です。こんないい通路があったんですね。ここに子供を連れてきたら喜びそうですけれど、ここはね随分聞き慣れた声が流れていますが、京浜東北線の上中里駅です。あそこに駅名表がありますね。上を通っているのは東北新幹線。なんとね、この駅はさっきの西ヶ原駅よりも乗降客数が少ないみたいです。その数はだいたい6000人ぐらい。それでもまあ多いですけれどね。京浜東北根岸線の中で最も乗降客数が少なく、また東京23区の JR の駅の中では2番目に乗降客数が少ないそうです。1番は越中島。随分と寂しい雰囲気です。しかもね、ここだって JR の一等路線ですよ、京浜東北線って。その23区内にある駅の駅前ですからね、そうは見えませんよね。この辺りが随分と特殊な場所なんだなということはよく分かりました。列車が来るようですね。ここでまあ理由の2つ目になるんですけれども、西ヶ原駅の話に戻しましょう。西ヶ原駅からこの上中里駅の京浜東北線が客を奪っているという考え方もすることは可能ですよね。ですがこっちの方が乗降客数が少ないので、まあそれは大きすぎる理由、大きい理由ではないのかなというような感じがします。
この京浜東北線にお客さんを奪われているという考え方をするよりかは、あまりにもこんな感じで周りが発展していないのにもかかわらず、この京浜東北線とそれから南北線の駅が近くにあって客の取り合いをしてしまっているということに、まあ大きな理由があるような気がします。列車がちょうど出発して行きますね。だって駅に向かう道がこんな感じですからね。そりゃこんなところでお客さんの取り合いをしてもまともな乗降客数は取れませんよ。ちなみにこの辺りは結構な傾斜になっていまして、さっきホームを見ていた時も結構下に見えたじゃないですか。ほんで今から向かっていく西ヶ原駅の方向はこっちなんですけれども、随分と急な坂ですよね。つまりはここが武蔵野台地の果ての果てであって、向こう坂の下が下町で、こっから上が山の手だと、そういう区分になるわけです。というわけで駅に戻ってきましたけれども、今紹介した大きく分けて2つの理由でこの西ヶ原駅っていうのは乗降客数が少ないんだと思われます。最後にもう一回ホームに降りてみて、南北線の駅を眺めながら本当に理由はこれだけなのか確認していきたいと思います。さっきも言った通り、乗降客数が少ない割には異常に駅の設備が立派なわけですけれど、この地下鉄南北線っていうのは7号線っていうわけですが、昔南北線を作った時に、まあ、地下鉄を作るにあたって7号ビジョンという新しい時代に向けたビジョンを示したそうです。そんで新しい地下鉄の建設方針みたいなやつを作ったわけですが、それに含まれていたのが駅の利便性の向上とか、それからでっかいホームドアの設置、そしてワンマン運転、自動運転、その辺ですね。最初に言った駅の利便性の向上みたいなやつが反映された結果、このような立派なホームじゃないや駅施設となっているわけです。基本的に全ての駅にエスカレーターもエレベーターも設置されているようですよ。ちなみに僕がさっき南北線に乗ってきた東大前駅には、多分それも利便性向上の一環だと思うんですけれども、ベンチとは別の休憩スペースみたいなところがあります、ね、昔はそこでね、お茶を飲むこともできたそうです。ほんであとはホームドアとかワンマン運転のあたりはもう見ての通りですよね。特にホームドアなんかは川崎重工製だったかな、確かホーム全面を覆う珍しいタイプとなっております。これはまあ皆さん知っていることですよね。一回この外に出てみたいななんて思ったことがあったわけですけれど、さすがにそんなことはできませんよね。イリーガルです。ですがもし万が一挟まれてしまった時のためにね、どっかねこの辺に非常ボタンみたいなやつが外側に設置されているようでして、それを押せば今閉鎖されているホームと線路の間も開くと、そういう風になってるみたい。じゃあ最後に南北線の路線図でも見て終わろうかなと思うんですけれども、まあ、確かに南北線そのものが割と乗降客数というか輸送力も小さいし、乗るお客さんも東京メトロの中では少ない路線だというのは結構納得のいくことですよね。割とマイナーな駅ばかり止まっているような印象です。この中でパッと見この駅はさすがにでかいわって感じるのはどこだろうな。最初の目黒でさえちょっと微妙な印象が、申し訳ないですけれどありますからね。まあ四ツ谷ぐらいじゃないでしょうか、でっかいなって感じる駅は。東京都心に1本で行くにはちょっとこの南北線というのが不便な路線であるので、京浜東北線に乗っていくお客さんというのも結構多いと思います。それからね、こっちの王子駅の方が大きいんで、この辺りに住んでいる人たちっていうのはみんな王子に向かっているのかもしれません。まあでも一番大きい理由はやっぱりこの上中里と西ヶ原に挟まれた大きなエリアを公的な施設が占有していること、これに間違いありません。こんな狭いエリアで客の取り合いをしていたら、それは乗降客数は少なくなりますわ。やっぱり最後の列車もほとんど人は降りたり乗ったりしていないようですね。うわすごい音だ。ということで今回の動画はこの辺までにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。